私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今日の料理は阿蘇の郷土料理の一つ、なすびのひこずりの今風アレンジです。今回教えてくださるのは坂田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして器はこちらです。阿蘇市内の巻にあります如月窯さんから作品を貸していただきました。如月窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。では坂田さん、はい、今日はなすびのひこずり。そうなんですよ。なかなか、ね、耳慣れない言葉かもしれないんですよ。そうなんですね。私たちの年代だったら、うん、もうなすびのひこずりって言ったらですね、みんなふんふんって、あの今頃の料理だよねって。ひこずりってどんな料理なんですか？そうなんですよ。あ、鍋をこう引っこする、炒めるとき引っこするこする、うん、うん、それでひこずりっていうみたいなことが書いてあります。そうですね、はい、じゃあ早速お願いします、はいはい、まずはなすをですね、これうちはいつもそぎ切りにしてニスに放すんですよ、はい、あのおしゅうとさんもこうやってやってました。煮やすいように、うん、薄めに、はい、肉も食べやすい大きさに、はい、豚肉ですね。豚肉です。今日豚バラを使ってます。そして材料が切り終わったところで、まず豚肉から、はい、そしてピーマンとパプリカが入りました。やっぱ彩りがいいですね。はい、出汁がないからですね、鰹節なんか入れてなかったですよね。あの出汁が何にもないから、うん、なんか入れようか、ごまとか家では入れるんですよ、うん、でも、あ、鰹節もいいんじゃないかな、美味しいかなと思ってですね、うんうん、こっちに寄せて、はい、お味噌、はい、はい、お味噌と、お砂糖、お砂糖、そしてここでちょっとお味噌を焼くんですよ、はい、焼く、うん、ここポイントですね。そうですね、お味噌を焼いて最初からこう混ぜるんじゃなくて、そうです、そうです、お味噌を焼いて、そして混ぜる、よし、いよいよ、完成です。なすびのひこずり、はい、はい、美味しく出来上がりました。あのメインのひこずりの他にもね、たくさん用意していただいてありがとうございます。では早速いただきます。いただきます。美味しい。いろんな旨味が出てますね。そうですね、こんなにあの調味料とかね入れたわけじゃないのに、お味噌だけですよね。濃さがちょうどいいですね。よかったです。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市内の巻にある如月窯さんの器を使用しています。如月窯さんでは象眼や焼き締めの手法を取り入れた繊細で女性らしい作風が人気です。